今日もね、プロスピペナント監督プレー、中日ドラゴンズ戦をね、追加やっていこうかなと思います。まあ、巷でも言われてますけど、まあ、大谷翔平がね、なんかドジャースに行ったことで、なんかドラゴンズ似てるなみたいな、噂がよくありますけど、間違いなくこの人事のね、もうこれのドラゴンズ見て、ああ、ドジャース似てんなって今、改めて思いました。今日この頃、やっていこうかなと、思います。まあ、逆に言えばあれだな。なんか、CD っていうロゴはあれだな。なんかパドレスかなんか似てんな。ちょっと曖昧だけど。まあいいでしょう。まあ前回はね、まあ前回で1週間前かな。1週間前に関しては、1週間前じゃないな。うん、1週間前ではあるんだけど、まあその前からね、我々中日ドラゴンズは、あまり勝てない日々が続いてます。はい。4月26日からの6試合。そして5月3日からの6試合。これがね、なかなか、かつてない日々が続いてると、いうことで、勝ててないので、今回ね、なんとか、流れ持ってこれればなと、思ってます。3人で攻撃を終えています。一回長打狙い行くか。大島とか岡林の長打狙い。まあ、今日岡林が背番号を来年から変わるっていうのは、なんかニュースあったけど、もうこっちでも1番にしちゃうか。今俺たちの運気が下がってるからもう立浪監督一時的に1番にしてるけど、ちょっと1番あれしよう、岡林にしちゃうかも。打たせるしかないな。ブライトバントはちょっとかわいそうやな。ナイス。あららら、あら、サンタナちゃん、サンタナちゃんダメよ、サンタナちゃん。まあ、ちょっと雨で滑りやすくなってるかな。変えずにこのままでいいんじゃない。あるよホームラン。はい、高谷、作戦バッチリやな。うん、これ名勝です、はい、これ名勝だ。作戦バッチリだ。ナイスナイス。ライアン三振狙ってたんだ。ライアン見え見え、甘い甘い、見え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 。はい、ナイスナイス。大野だね、援護罰の中3点はでかいんじゃない。ナイスナイス。こういう存在がでかいな、キャッチャーは。雄大よ、あったな雄大。ホームに送球、素晴らしい。さらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。まあ大島スクイズ面白いけど、例のごとくバンドがついてるから読まれますと。うん、打たせた方がいいわ。はい、いいねー。ライアンバレてるよ。三振狙いなんでしょ。二塁はセーフ。ライアンバレてるよ。1点追加します。まだ満塁の局面。高谷いいね。まあこのままの点差で。高谷。打率3割3分6厘だからな今。そして言うてまだ1ヶ月だけど、素晴らしいよ高谷。6対0になりました。はい、十分、はい、十分十分。サードランナーホームイン、こういうドラゴンズ1点追加します。バッターボックス、まあ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 、そうでしょうね。チャンス弱いよ浜田。チャンス弱い選手出して大丈夫。何やるね、高津マジックやるやん。見事起用に応えました。ツーアウト満塁です。コーチ派遣ちょっとまだ取っておきたいからな。まあ、点差もあるし、まあ雄大信じよう。雄大情けねえよお前。サードランナーがホームに帰ってきました。スワローズ1点返しました。まあ、本当いいっすかよ。2番バッター丸山、情けねえって、ね、ここを抑えるのがエースだろうよ。雄大これは大きい。ちょっと吐き出すなよ。7点あるからいいじゃねえんだよ。なあ、この打席は内野フライに打ち取られています。あー、十分、あーもっと、あー放送、あん、ファールでしょう。ファールじゃないですか審判今の。バッターボックスには代打の坂口、ヒットでランナーを。俺は勝負だも切ってるから普通にバーサスか。ここで坂口さんはやっぱアウトコースうまいからな。
まあ、インコースもうまそうだけど。危な。ナイス。正直ダメかなと思ったけど。ボール1個分それたな。ここで声をバーサスと。まさき孝太郎は、意外とインハイとか好きなんじゃない？意外とね。ああ、そうでもなかったな。やるね。はいはいはい。サンタナは変わらない。ムーチは右、あ、だからオスナまで行こう。オスナまで祖父江だ。これも名采配だろう。福ちゃんに簡単に変えない。これも名采配だな。ここで福ちゃんよ。ここで福ちゃんに変えると。ナイス。福ちゃんがめちゃくちゃ打たれてるからな。今シーズン14試合目の登板です。防御率悪いけど。ナイス。直道よ。輝いてる。で、残ってるんで、我らが立浪監督行きますと。映像には収まりませんけど、我らが立浪監督が向かってます。やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい。さあ、つなげるか。いいね。いいじゃない？はい。素晴らしいコース。まあ、危なげなくっすわ。この一勝ちゃんとしっかり重みを感じてほしい。やっぱり、勝てたラッキーじゃないんだよ。やっぱり。やっぱこの勝つことが当たり前と思えるね。そんなチームしないといけない。初戦取ったら結構チャンスあるからな。頼むよ。勝ち越しでかいよ。ええー。ほら。ああ、もう。誰も打てんやん。なあ。4アンダー？あ、じゃあ6アンダー俺たちか。柳めちゃくちゃ頑張ってんのに。あら！埼玉セブンイレブンさん。ありがとうございます。結構返答早かったな。これはかなりでかいよ。うん。まあ、阪神戦もね、阪神の時も、まあ、取ってる選手だから、あんまり新しい気持ちはないんですけど、まあ、すごくいい選手だと思います。はい。まあ、見ますけどね。うん。はい、ウーネンティンです。まあ、ウーネンティンはね、リアルでは、今シーズンを持ってかな。うん、今シーズンを持って自らね、対談を申してたんですけど、だからもう来年以降、ウーネンティンはね、来年以降というか、まあ、少なくとも来年はね、まあ、ウーネンティンを日本で見れないということで、うん、まあ、ちょっと寂しい思いはあるんですけど、うん、結構やっぱこのゲームの中でも、見てもらったら分かるよね。ファーストサードがね、やっぱ守備 C で生きるっていうのは、まあ、しかもなんか、おまけ付きというかね、まあ、セカンドも D できる D だから、結構いいんだよね。まあ、昨今ね、まあ、ファーストサードが優秀なチームもあると思うけど、特にそのファーストとかサードって怪我しやすい選手多いんだよな。とか、まあ、あと、新風に守備が上手くないとか。そうなった時に、このウーネンティンっていう選手が、守備適正 C っていうこの最低の能力を持つ、最低限の能力を持つつ、怪我もしないと。そしてさらに言えばチャンス B。うん。これは素晴らしいね。うん。まあ、チャンス B だからつってめちゃくちゃ打つわけではないんだけど。このやっぱミート E、パワー C っていうとこも含めて、うん。ユーティリティ界の頂点。俺はそう呼んでます。はい。そして川越を返します。はい。川越を西武に返します。はい。まあ、川越に関しては、ね、能力普通にいいんだけど、始めた時はね、おー、川越めっちゃ強えやん、いいやんと思ったんだけど、よう考えたら、ね、大島と岡林いて、ブライトと細川いるから、あんまり空いてないんだよね。打つ方では。で、守りは守りで、俊太と加藤翔平いるから、まあ、ほぼ使う機会ないなと。岡林、大島に関しては怪我しづらいし、まあ、ほぼないなっていうところで、川越を西武にお返ししました。で、三つ又はおまけです。はい。すいません。以上です。はい。以上です。福ちゃん一人で行けんの？外？外？
やだ。ああ、はい、いいじゃんいいじゃん。あ、でも2つ残し、ゲージで言うと7いけば普通に取れる説あるから、これにさらにちょっとお付けします。ちょっとお付けしますよ、今だけですよ、ちょっとお付けします。あの、早く返答欲しいんでうん、あの、早く返答欲しいんでちょっとお付けします。はい、どうせ外国人引っ張ってこれないから、うちのスカウトがあんまり能力ないから、うん、1000万ずつ使ってこう。よろしくお願いします。これ今日外もらう、あー調子悪い、調子悪い。ふざけんなよ、勝つ気ないだろう。みんなやる気出そうよ、勝ちたくないんかなあ、いないんか戦う顔をしてる選手は。なあお前ら、このワーコードたちは。まあ一人おっさんいるけど、やっぱ結局大野だと柳なんだな、こうやって見ると。大島、岡林、石川、高谷、ビシエド上げるか。石川、高谷、ビシエド、いや、石川、高谷下げよう、怪我しやすいから。うん、ビシエド、石川、高谷、あ、ネンティンいいね、ネンティン上げ、いや、いい、いい、いいじゃん。これに外が来ようとしてんだろう。いいよ。梅津風不調なんよな、さすがに絶不調じゃ無理だと思う。知ってる知ってる、さすがに無理やと思う。うん、さすがに無理やと思う。6回だけ3失点なんだ。じゃ誰だよその後の3点は。なあ、じゃあその後の3点誰。アネンティ打てなかったか。ブライト1本と。橋本藤島打たれるのでけえな。そっちのダメージがでけえよ。橋本藤島打たれたの。立ち直れないって。あ、DNA が取りやがった。え、それでもまずくない？DNA さん無理だろ、枠の関係上無理だろ多分これ。だってこっちは2人出しますって言ってて、あっちは1人だからDNA があんなしょうもない補強したから、今枠パンパンだから、外が減っても69だから溢れるから断られるやんけ。おい、しょうもないことすんだよな。じゃあまあまあ、どうせまあ負け投手のまあ福ちゃん好きなんやけどな。DNA いらんことすんなよな。福ちゃんごめん。ジェロッテの時にもめちゃくちゃ大好き大好きっつって使ってたから、許してそれで。来シーズン見据えてね。こっちの世界で一足先に行きます。で、立浪監督があれだから、うん、72番とちょっと呪われてたから、99すっか。これでいこう。誰だ、戸郷かい。最下位になるって。はい、大城、お前はいつも打つ、うん、お前はいつも打つ。今のはボール球じゃないですかね。強引、終わりです。かいくぐって見事盗塁を決めています。さすがに出せるかな、2点差し。ちょ、細川頼むって。うん、これは痛いですよね。あ、まあ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 、そういうのが大事。まあ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 、細川きっちりと犠牲フライを決めました。ジャイアンツ2点取られた後の1点って結構大事だからね。ナイスナイス。あ、ビシエドもぶちかまして、東京ドーム狭いんやから。あ、いいんじゃない。はい、狭いんやから。風吹かせば余裕よ。んなもん。素晴らしい。風関係ないけど、なんだけ打球早かったら。
ちょ、丸ちゃんが絶不調だから前が行くしかねえよ。こういった展開ですとバッターはどう。あ、交差点切ってるわもう。まあやっぱりダメだ。入るときはね緊張しますけどもね。使ってんなもう。出ないといけないですからね。そのランナー出すことができるんでしょうか。いや、カズマも秋色も怖いけど、まあでもここかな。うん、ここだわ。ここしかない。今行くしかないわ、和義。ここしかないわ。めっちゃピッチャーのテンポを目指すけど。登板して、これから投げようってタイミングで行くからな。めっちゃ邪魔だけど。ここしかないわ。こいつが要注意だわ。ナイス。絶好調坂本はダメ。ただカズマも怖い。怖いって言ってるやん。危ないな。まだ秋広も怖い。秋広今日は盗塁を決めています。秋でもよかったかな。浅いな。ナイス。変化球空振り。試合終了。素晴らしい。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。頭風よしよかったな。初っ端風よしが効いた。素晴らしい。ゲームセットになってしまいましたね。ワクサン全勝とか無理だろう。無理だろう。ワクサン全勝無理だろう。かといって小笠原も無理だな。この試合設定オーヌーでは前倒しだな。最適解は。この試合を捨てて大野では前倒しだ。明日。仲間の失敗を救うチームになりました、ドラゴンズだ。ワクさんが調子悪い。ね。それ見て監督がブチ切れる。35歳の選手がね、コンディション一つも整えられなくてとか。まあ、監督が怒ってたの声がね、野手陣聞いてたんだろうな。相手はね、ワクさんも人間だから、調子悪い日もありますよと。だったら僕たちが打ってやりますよと。先発は5回3分の2を投げて6失点ながらも。だったら僕らが打ちますよっつって。石川昂弥とブライト健太。お前ら、大きくなったな。お前ら、女房役の木の卓が4安打。ワクさん2安打やんけ。どこが絶不調なん。岡林はまずいって。岡林はまずいだろ。ああ、5日やん、しかも。5日か。抹消まではないな。これはでも勝ち越してるからもういいかな。不調でも。3連勝できたらでかいよ。なんか怒れ。ナイス。素晴らしい。素晴らしい。小笠原5回投げて3失点。まあ不調だからね。中田が打ったけど、俺たちも打ちますと。足立さんいいね。シエドもいいね。オスカーも打ったね。いいね。あ、帰ってきた。俺たちのマルティネスが帰ってきた。探求探偵探探偵だ。帰ってきたな。カッチャンもいいね。今日に関しては、まあ、ヤクルト巻き越したのか。ヤクルト巻き越したけどね。巨人3立てということで、めでたい日かなと思います。はい。で、早いもので次回終われば、ね、次から交流戦ということで、まあまあ、まあ、ぼちぼちかなと。うん、まあ、思ってたよりはよくやってんじゃないかな。多分。うん、思ってたよりは多分よくやってると思うから、うん。で、補強も補強ちゃんとしてるから、ワンチャンね、うん。ワンチャン3位ぐらいで終わりましょうやって話です。うん、もう補強はしちゃってるからな。うん。そんな感じですかね。以上です。お疲れ様でした。